浦和競馬11レースルーキーズサマーカップ1400です能力偏差値ですが b ランク1等 c ランク3等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、さまざまな適正分析が可能です。例えば、2走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です2走前は800メートルとなります。 一角通過順位はオレンジ色の四角です。二層前は一番手となります。着順はピンク色です。二層前は一着となります。枠は緑色です。二層前は四枠となります。馬場状態はグレーです。二層前は両馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。二層前は今回と同じ裏和となります。馬対重変化は黒色です。それでは指数グラフを使い解説していきます。 暫定二重丸を打っています。六枠六番ライトスリーです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では前層に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は千四百メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は。 オレンジ色の着順が一着で、紫の丸が千四百、二走前はオレンジ色の着順が一着で、紫の丸が八百、千四百は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角進入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角進入予想図ですが、逃げ馬が七頭います。先行タイプが一頭います。 この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は三番手からの競馬です。二層前は花を切っての競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。 先行力は45でトップです。上がり指数は33で2位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。二枠2番、鬼足です。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、 三層前に黄色線を上回っています能力的には二番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと三層前は紫の丸が800 800が敵距離ですが二層前の紫の丸今回と同距離の1400ではまずまずの指数をマークしています1400も守備範囲です展開面を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は43で2位です上がり指数は28で4位ですまずまずの先行力で逃げられそうですハイペースは大きなリスクになりそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです次の馬を解説していきます 暫定黒三角を打っています。三枠三番ファイアトーチです。能力偏差値は三位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金五層では、二層前に黄色線を上回っています。能力的には、二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、二層前は紫の丸が八百、八百が敵距離ですが。 1走前の紫の丸今回と同距離の1400では低指数となっています1400は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は43で3位です上がり指数は36でトップですまずまずの先行力で 好位につけられそうですハイペースは大きなリスクになりそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています4枠4番シェナのパリオです能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で 連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1400 1400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は34で6位です 上がり指数は28で3位です。先行力は評価できません。逃げられないリスクがあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠5番、矢切池早です。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、 上位場には劣りまままますすす着候補までで良いいと思います距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は紫の丸が10001000 1000が適距離ですが1走前の紫の丸1500ではまずまずの指数をマークしています1400も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は2番手からの競馬です 後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は41で4位です上がり指数は14で6位です平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干ありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定黒の星を打っています7枠7番リベルベロです 能力偏差値は6位で偏差値ランクは D ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には一歩劣りますが連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が12004層前は紫の丸が10001000 1000が適距離ですが2層前の紫の丸 1500では低指数となっています1400は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は2番手からの競馬です4層前は花を切っての競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は34で7位です上がり指数は6で7位です先行力は評価できません 先行できないリスクがありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面はマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定を打っています8枠8番熊マノです能力偏差値は7位で偏差値ランクは D ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には劣ります3着候補までで良いと思います 距離適正を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が800800 800が適距離ですが過去1年800以上の出走履歴がありません1400への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は40で5位です上がり指数は28で5位です先行力は全く評価できません逃げられない高いリスクがありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面はマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った6番の対戦成績は2番に対し1勝0敗4番に対し1勝0敗と勝ち越しています 6番の対戦成績は、高評価できます。暫定丸を打った2番の対戦成績は、6番に対し0勝1敗、3番に対し0勝1敗と負け越しています。2番の対戦成績には、リスクがあります。暫定黒三角を打った3番の対戦成績は、2番に対し1勝0敗、4番に対し1勝0敗と勝ち越しています。3番の対戦成績は、高評価できます。 暫定白三角を打った4番の対戦成績は、6番に対し0勝1敗、3番に対し0勝1敗と負け越しています。4番の対戦成績にはリスクがあります。暫定罰を打った5番の対戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20を打ったのは、6番、ライト3です。 能力偏差値はトップの B ランクです。枠順にリスクはあります。距離と展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは3番ファイアトーチです。能力偏差値は3位の C ランクです。距離と枠順にリスクはあります。対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは2番鬼足です。能力偏差値は2位の C ランクです。 枠順と対戦成績にリスクはあります白三角を打ったのは4番シェナノパリオです。能力偏差値は4位の C ランクです。展開と枠順と対戦成績にリスクはあります。距離を高評価しました。罰を打ったのは5番ヤギリケハヤです。能力偏差値は5位の D ランクです。展開と枠順にリスクはあります。以上。 指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。次に、全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介します。 それではシンプルグラフへ切り替えますシンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適正分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安でこの黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります 下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表しています。それではシンプルグラフにて評価上位場を解説していきます。二重丸を打ったのは6枠6番ライト3です。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同条件の浦和1400にて黄色線を8上回っています。2層前は黄色線を1下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは 二枠二番、鬼足です。過去五層の指数を見ていきます。一層前は黄色線を四下回っています。二層前は二下回っています。三層前は裏は八百にて、黄色線と同じ指数になっています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは、三枠三番、ファイアトーチです。過去五層の指数を見ていきます。一層前は黄色線を四下回っています。二層前は裏は八百にて、 黄色線を6上回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます白三角を打ったのは4枠4番シェナノパリオです過去5層の指数を見ていきます1層前は黄色線を11下回っています2層前は今回と同条件の浦和1400にて黄色線を3上回っています3層前は17下回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます×を打ったのは5枠5番 ヤギリケハです過去5層の指数を見ていきます1層前は黄色線を10下回っています2層前は5下回っています以上、偏差値上位馬をシンプルグラフで解説してきましたこの統一指数によるシンプルグラフは全レースをノートにて公開しております全場のグラフを1ページに配置し一覧性を高めております全レースの PDF の入手先はこの動画の注釈にリンクがありますので ぜひご利用ください。